ワン、マイルテレスコープのアンテナの一つ、マラード電波天文台は、イギリスケンブリッジ近郊にある電波天文台。マラード電波観測所とも。電波干渉法は、1940年代中頃に、ケンブリッジ大学、キャベンディッシュ研究所の電波天文学グループの、マーティンライルによって始められた。1949年には、ライフル射撃場に設置された。 マイケルソン干渉系による観測から、ケンブリッジ電波源カタログの初版が作られた。さらなる長期戦干渉法による観測を行うには、ライフル射撃場では手狭だったため、1956年にグループはケンブリッジの南東約 10km のローズブリッジ駅にあった空軍の爆弾コアトに移転した。真空管製造会社のマラードから10万ポンドの 寄付金を調達したことから新たな観測書はマラードラジオアストロノミーアブザーバトリと命名され1957年7月25日にエドワード・アップルトンによって解除されたこのグループは現在キャベンディッシュ天体物理学グループとして知られる主に開口合成技術を用いた観測装置を持つありがとうございます